で、少しだけね、顎を線、整えてあげます。顎の線描いて、お腹の膨らみもちょっとつけといてあげますね。キラーン。はい、毎度、こしやすつらら、わたっかやつららの職人、ひょうちんでございます。今回のモチーフはもしかしたら苦手な方も多いかもしれませんね。カエルちゃんを、水墨画で描いてみたいと思います。どうなんやろう、都会ではちょっとどうかわからへんけど、田舎ではね、この時期になるとね、特に田んぼが近い地方はギロ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 、めちゃめちゃうるさいんですよ。僕の住んでるとこはね、まだ田んぼから離れてるので、そんなに聞こえないんですけど、それでもやっぱ聞こえてきます。いやー、そっか、またそんな時期になってきたかと思ってね。でね、カエル描いてみようかなと思いました。カエルといえばね、我が国でも鳥獣戯画があるように、昔から愛されてるモチーフっていうか、なんかやっぱね、嫌いな人はちょっと分からへんかもしれんけど、可愛らしさがあるんですよね。なんかユーモラスさっていうか、戯画、ザレーによく描かれるモチーフですよね。なんかこう、人間の滑稽さをちょっとなんかこう表してくれてるっていう感じもすんのかな。割となんかこう擬人化されてね、なんか酔っ払ってこう踊ってるところとか、表現されてること多い気がしますね。最近ね、ご意見といたしまして、真似がしにくいと、もっとこう初心者にも、分かるように、もっとこうほんまに今日筆を持った人でも描けるような描き方も してほしいという意見も、ちらほら、お聞きするので、簡単にカエルを捉える方法と、ちょっと、作品っぽく描いてみる方法、いろいろ紹介してみたいと思います。じゃ、まずないけど、ね、ちょっとスケッチブックどこやったかな。あ、苦手な方は、今から僕のスケッチとか写真も場合によっては登場するかもしれませんので、自衛してくださいね。あ、これはアマガエルですね。これはね、僕がオタマジャクシからね、返したやつです。アマガエルのスケッチとかあるんですけどね。どれやったかな、これじゃなくてね、あ、これや、これや、これ、ニホンアカガエルっていう、これ実物をね、1週間ぐらい家の中で飼ってね、描いたもんなんですけど、まずね、この基本の形をね、覚えてもらいたいですね。僕こうパッとね、こうスケッチしたり見たりしてて思いつく特徴なんかが、3点ございます。簡単にね、形を捉えていくことが大事ですよね。まずね、このね、胴体見てください。キタンキタン。カエルさんやで、ほら。一週間ぐらいおったもんな、おうちにな。このね、胴体、ごめん。胴体のね、形、上から見るとね、こう、なんていうかな、アーモンド型っていうんかな。上から見るとアーモンド型。で、真横から見ると、ちょっとひしゃげた形なので、ちょっとこう、潰れた形してるんですよね。まあ、簡単に考えて、アーモンド型です。でね、手でね、上体をこう支えてる感じなんですよ。で、この手も、家臣とかがこう、殿様が来た時に、ははーってやる時の、この手の形してんねんな。こうじゃなくてね、こうなってるんですよ。水戸黄門とかでもね、この門どこが目に入らぬかって言われた時に、平民たちがはーってやってる時のこの手を意識してください。手はね、だからね、こう、内側に来てます。ちょっと簡単に描くので あれですけどね。一つ目がこのアーモンド型の体の形で、手が内側に曲がってる。これが2個目のポイントです。3個目のポイントが、こうね、足を見てください。足ね、これめっちゃ長いんですよ。伸びたら足だけつまんで、プラーンとこうぶら下がらせたらね、めっちゃ足長いんですよ。なんでかというと、これ Z 型になってるんですよ。ここ Z になってるんです。 Z！ まず前に来て、で、後ろに来て、また前に行ってるんですね。この足の形。どうですか？この簡単に書いてみましたけど。アーモンド型の体、内側に曲がった手、Z 型の足。これだけ書いただけでちょっとカエルっぽいでしょ？よくペコペコするおもちゃあったよね。あんな感じの簡単な形です。で、もう一つ細かい特徴を挙げるとしたら、結構肉食動物なので、カエルって。口がね、かなり裂けてます。ここら辺まで来てる。手の付け根ぐらいまで口の裂け目が来てる。で、目がね、盛り上がってるんですよね。埋没してるんじゃなくて。向こうの目とかはこう盛り上がって見えます。ここまで来たらめっちゃカエルですよね。この単純化した形を水墨画で描いてあげればいいだけの話やと思うんですよね。手前から見ると、こう目が盛り上がってて、口は大きく裂けてる。で、手は母の手。これ手前から見てますよ。で、こう体があって、足はちょっとこっち見えてる感じかな。はい、手前から見たらこんな感じです。もうカエルでしょ。花もある。
はい、これを水墨画にアレンジするときにいかにこう筆数を省くのか、あるいはそのどこにこう加筆するのか、線を強めるかっていうのが皆さんのセンスやと思うんですよ。これは書き方が決まってるわけじゃないので、僕の書き方今からやってみますけど、これを参考にしてね、自分なりの書き方でやってみてほしいなと思います。じゃあ、いよいよごめんなさい、説明が長くなりました。水墨画で書いていきましょう。はい、ではでは、いつもあれなんですよね、僕いっぱい硯持ってんねんけど、ほとんど使うの一緒なので、いろんなやつ使って皆さんにお目にかけることにしましょう。はい、今回使うのはこんな硯です。これ単形剣なんですけどね、なんかこれ墨流しっぽい紋が出てますよね。キラキラしてんのわかるかな、すごいキラキラしてます。ほとんどこれ使ったことないですこれを今日は使って書いてみたいと思います。何でも楽しまんとね、これを使ってどうってことはないんですけど。で、単形剣に今回は鉱山荘園という、倒木の荘園木を使います。おお、結構擦れるね結構下僕力高い。やっぱりカエルをね、描く時のポイントはね、ちょっとユーモラスさを、入れてあげた方が可愛く描けるんじゃないかなと思います。リアルで描く時も少しなんかこう音ボケ顔っていうか、気持ち悪くなってしまいがちなモチーフなんでね、そこはちょっと気をつけたいですよね。前住んでたとこですけどね、周り全部田んぼやったので、雨の日とかはね、もう舗装された道にまでぴょんこぴょんこ飛んできててね、至る所で歴弾死体というか歴史体が転がってましたね。可愛いですよね、アマガエルとかね。イボガエルとかちょっと気持ち悪って思ってしまう時もあるんですけどね。カエル基本的に好きですよ。はい、濃くとろりとすれたら濃木の完成です。紙は何でもいいです、好きなやつ使ってくださいね。できるだけにじみが少しあった方が、あの水墨画の良さが出るので、そこさえクリアできてたら何でもいいと思います。僕がよく使うのはこの薄さがちょうどいいね、高精配の玉盤線、全両面単線というのを使います。で、筆なんですけど、今回ねそんな大きいモチーフじゃないので、これぐらいの穂先があればいいんじゃないかなと思います。これはイタチゲの筆ですね。大きな皿をパレット代わりにして、彫刻していきたいと思います。じゃあ、書いてみましょう。まずですけどね、やっぱ基本形横から見た形やと思うんですよね。簡単に書いてみましょう。今回はまず穂先にですね、濃墨を取ります。濃墨を取るときは硯の丘の方からちょんともらっていきます。これあんまにじみすぎるとダメなので、ちょっと水分調節して浮きんで、目を描きましょう。まず簡単に描きますよ。いきます。筆を動かさずにちょんとこうにじむまんま、そのまんま少しちょっと横長の楕円になった方が目っぽいかな。黒い点を入れました。そしたら目と目のこの前後、ここにその同じ濃墨でちょっと墨を切り気味にしてですね、ライン入れてあげます。シュッとシュッ、横長のライン入れました。そしたら一旦ちょっと筆を洗います。で、今度は、皿の上で淡墨を作りますね。これぐらいの墨かな。これを穂先全体に染み渡らせたら、穂先の3分の1ぐらいに濃墨を取ります。で、よくなじませますね。で、どうなんだろう、アマガエルとかってそこまで色濃くないですよね。あの白黒にした時に、モノクロにした時にどんな色味になるかっていうのを考えないといけないんですけど、ちょっと明るめになると思うんですよね。でも、あの墨のグラデーションも欲しいので彫刻をしてみました。これでですね、適度に水分を吸い取って、どうしようかな、背中までを一気に描こうかな。先ほど言ったアーモンド型を意識して、頭から体の背中のところを一気に描いてみます。いきますよ。シューッ、ギュッと落として、ここは。にじませて。はい。もうすでになんか可愛いですよね。そしたら、今度はまた、筆の墨を取って、濃墨をつけます。水分を取ってですね、口を描きます。口はね、少しこう、滑らかな線。この目の後ろの下あたりぐらいまで来ます、線が。いきます。はい。ちょっとにじみすぎた。いや、いいね、いいね。これがまた味になりますからね。うん。説明しながらやるとね、にじんでしまうんですよね。はい、次はね、ちょっとだけ難しいかな。くの字でね、手を描きます。そうだな、どうだろう。濃さとして中墨ぐらいかな。これはね、あの、彫刻なしでもいいんじゃないかなと思います。場合によっては少し、先に濃い墨つけてもいいですけどね。口があって、口のちょっと後ろあたり、ここら辺かな。くの字を意識して。あんまり曲げすぎてもあかんけど、一旦後ろに出て、下。向こうの手はあまり見えないので、ちょっとでいい。かけました。そしたら、このね、手がね、どうなってるかっていうと、これね、プラケースに貼り付いてたところね、裏から見た
やつなんですけど、手の指これ4本ですね。後ろに来てる指もあんねんな。前に3本、後ろに1本みたいな感じなのかな。なんか後ろはしょってもいいんじゃないかなと思います。チョンってやると墨溜まりができるので、それがあの指先のこの丸い形にもなるから、いきますよ。ちょっとにじませてヒュ、にじませてヒュ、にじませてヒュ。後ろいるかな、いらんのちゃうかな。にじませてヒュ、はい、こんな感じで手を描きましたちょっとここまで面白いですね。で、少しだけね、顎を線整えてあげます。顎の線描いて、お腹の膨らみもちょっとつけといてあげますね。はい、ちょっとここまではなんかよくわからん感じになって思う、なってると思うんですけど、次やっぱこれ足ですよね。足がやっぱり特徴、 Z 字になってるんですけど、これ見てもらったらわかるんですけどね、水墨画をこうにじむ紙に描く時の特徴として、一番最初に描いた筆跡がその上にこういくら筆跡を重ねても一番上に出てくるっていう特徴があるんですよ。わかりますかね。例えば一番最初にね、横も横の線を引きますよ。普通水彩画とか油絵とかやったら次に塗ったものが上に来るんですけど、いきますよ、今度縦に行きますよ。縦に行った時にね、ほら後ろに沈んでいくんですよ。一番最初に描いたのが絶対上に浮き上がってくるっていう性質があるんですよ。これ何回やってもそうです。こう3回目引いても4回目引いても一番最初に引いた横が一番上に来てますよね。この性質を利用しないといけないんですね。ということは、どこを最初に描くかというと、ここじゃなくって、このここ。Z で言ったらこの斜めの線。ここを一番最初に描いといた方が、都合いいんですよ。わかりにくいかもしれないので、ちょっと見といてくださいね。今度は淡墨を全体に含ませて、穂先に少し濃い墨を取って、なじませます。これで、まず中間の線をね、少し膨らみを持った長い線で描いていきます。いきますよ。よいしょ。はい。描きました。そしたら、ちょっとこう、滲んでしまうの怖いから少しちょっと、取っといて、この Z で言うと一番上の線、ここを重ねていきます。そしたら最後に、この、下のこの足のとこね、結構薄っぺらいです、ここは。で、足はね、長い、指が長いですね。こんな長いですね。5本あるんかな、一応。でも、真ん中の指がズバ抜けて長いです。これがやっぱ特徴になってるので、思い切って長くいきましょう。もうこの手のところに届くぐらい、ちょんとやってシュッ、シュッ、シュッ。はい。そうですかね。で、少しね、線的な表現もね、加えてあげたいと思います。お尻のとこちょっと硬そうなので、少しこう、整えてあげて、向こうの足もちょっとだけ見えてるかもしれない。こんな感じ。はい。どうでしょうか。今回のは割と簡単でしょ。割と簡単にまとめてみました。これがカエルの基本形かなと思います。これ初心者さんでも描けそうですよね。だってこの胴体のところなんて、本当に筆をこう、下ろして上げていくだけですから。筆の形になってればいいんですよ。この胴体がね。簡単に言ったら。で、目があって、手がくの字にあって、Z 型の足があってっていう感じやからね。非常に簡単。で、これをなんか左右に向けたりしてね、自分のなんか例えば描いたハスの葉っぱの上に止まらせてみるとか、典型として使えますよね。ポイントとしては、こう手で上体を支えてるので、この傾きは絶対頭の方が上になってるようにしてくださいね。あまりこう水平になってたり逆になったりするとおかしいので、そこだけ注意ですかね。はい、このアーモンド型は上から見ても変わりません。次は上から見たカエルを描いてみたいと思います。さっきと同じような方法なんですけど、少し見え方が違ってて、上から見るとですね、目ん玉がね、上に来てるって言いましたよね。それがね、特徴的に見えるんですよ。あ、なんか、墨ついた。いきますよ。目がね、ボコッとまずあります。目だけ先描いちゃおうか。簡単に。はい。そしたら先ほどと同じように、淡墨に先に濃い墨を取って、先ほどと同じようなアーモンド型を意識します。ちょっと幅広いで意識しますね。はい。ちょっと幅広く取りました。そしたらまた、黒い筋もちょっとだけ加えといてあげて。手はね、ほとんどね、この場合はね、見えないと思うんですよね。まあ、付き方としてはこうです。ですけど、手は少しだけ、覗いてる感じで。1、2、3。こっちの手なんか見えへんよね、ほぼね。手はあんま見えんでいいと思います。足です、問題は。足ね、少し上から見てるので、ちょっとガニ股っぽい感じになってます。まず一番、真ん中の、Z で言ったら真ん中の線先書いといて、で、こう書いて、で、
ここの足は長い。はい。で、こっちもそうですね。さっきはね、横から見てたから向こうの足見えなかったですけど、上から見てるので、これはがっつり書いてください。はい、こんな感じ。もう変えるやん。ね。やっぱこう面的表現がやっぱ一番なんかこうしっとりしたカエルの体の感じを表せるのでいいかなと思います。今日偉い、なんか僕鈴木すの子みたいになってんな。眩しいない？照明が難しい。これだから線的表現をね、この尾っぽのところとか、まあ体のね、その模様を描いても面白いかもしれませんね。こう3本の筋がこう入ってたり、ちょっとこういう筋が入ってたりね、長寿ギガでよくあるような。カエルはね、割と単純化してもそれっぽく見えるモチーフなんじゃないかなと思います。あとこのね、そのさっき言った体がアーモンド型ってあることと、手が内側にくの字に曲がってるということと、足が Z っていう特徴さえ押さえておいたら、あとはね、バリエーションでね、その向きの違いで見え方が変わってくるっていうことだけなので、これは研究してねやってほしいんですけど、例えばちょっと前向いてるカエルさんとかやったら、向こうの面玉を描いて、こうしこう描いて、手がこう来てて、で体の厚みがあって、で足は少しね丸く描きます。ちょっと手前に向いてるので足3本、はい、こんな風にすると少し手前に向いたカエルも描きますよね。目玉のぼっこり、体で、あぐらを描くような足になると、真後ろから見たカエルも描けます。メイン表現で木骨法って言うんですけどね、メイン表現で描いたカエルちゃんです。線で描く場合は少し光禄法って言うんですけどね、リアルに描けますよね。線主体でやってみますよ。まず目を描いて、目もねちょっと点を置いたら周りにね線が入ってます。こんな感じで、これがおとぼけ顔なんかな。で向こうのぼっこり、あ、面で描いてもうた間違えた。で結構ね、口のところはね尖ってる感じなんですね。鼻の穴もあります、ちゃんと。で口が裂けてて、下顎は薄いですね。こんな感じで。で、手の付け根は、口の後ろぐらいから来てます。で、くの字に曲がってる。手が、指が3本前に来てる。少しばかりね、首のとこにくびれがあって、背中は少し丸い。で、足は Z 型なんですけど、先ほどみたいな順番にしなくていいです。さっきは真ん中の線から書きましたけど、実際こんな感じになってるかな。で、中指が一番長くて、他の指は短い。で、お腹の膨らみ。で、目の線。で、線ちょっと強めたいところを少し濃い墨で描く。はい、こんな感じで光禄法のカエル描けました。線主体で行く場合は、この中の色塗りをね、色を塗るっていう感じじゃなくて、潤いを与えるような感じで、例えばこの顔のところとか、少し潤い、余白を残すとこがあった方がいいですよね。あ、まあ、全部ベタ塗りしてしまうんじゃなくって、こう少し余白残しながら軽く染めていく感じで、こんな感じですかね。まあ光禄法から入ってった方が形を先に取られるので簡単っぽいですけど、問題はね、線に勢いがなくなってしまうっていうか、こうデッサン風にねやっていこうとすると、形を追おうとするとね、滲んでしまうんですよ、線が。だから意外と難しいです、木骨法より。さあ、どうですかね。あ、飛ぶところもやっとくか。結構これ Z 型になった足ってね、足こうなってるわけですけど、伸ばしたらね、こんなに長いんですよね。こんな感じで。これを意識して、片方だけね、足伸ばしてあげたりすると飛んでるところも描けます。片方の方がやっぱ形としてかっこいいね。例えばなんですけど、ではこっち方向に飛んでいくところを描きますね。まず目のぼっこりを描いて、アーモンド型は先ほどと変わりません。手がね、ちょっと向こうに着地しようとしてるので、少しだけ前に行ってる感じにしておきましょうか。もうこっちでなんか可愛いよな。で、こっちは曲げとこう。こっちは曲げてる感じで、こっちはじゃあ息伸ばしますね。あ、ちょっと、髪が足りんなった。はい、こんな感じで。ね、こう形がやっぱり単純やから、昔からこうギガとかに、使われたんじゃないかなと思うんですよね。この体のね、アーモンド型がねポイントなので、それをこう意識して、前から見たらどんな風に見えるかなとか考えながらね、向きを調節して典型として水墨画に入れると面白い絵が描けると思いますので、よければね
今回の両方参考にしてくださったらありがたいです。じゃあ最後にね、あの作品として一つまとめてみましょうか。リアルに描きたいときは、先ほどこう頭から体まで描いた一筆の、ストロークを分解して細かくしてあげるとよりリアルになります。例えばなんですけど、この先ほどまではこうグイッといったんですけど、少しこうここで分けといてあげて造形をしていきます。目の膨らみね。ちょっとここ模様があるんですね、このほっぺたに。こういうところも筆を分けて描いてあげます。それだけだと面白くないので、大胆に行くところは行く。で、今回水のシーンなのでね、ここでね色を変えてあげようと思うんですよね。今までちょっと濃い墨で描いたんですけど、ここから薄墨に変えてですね、彫刻もあまりせずにこのラインから水に浸かってる変える。で、細かいところ、濃墨で整えたりする。少しだけ水の表現あって面白いかな。水だよーっていう感じね。はい、カエルの水墨画完成しました。ちょっと中国画っぽく、筆勢を生かして描いてみました。なんかやっぱりこう間抜け面っていうかな、なんかちょっとユーモラスさがカエルの絵には欲しいなと思ってしまいます。今回のもね、どっちのハスの葉っぱに乗ろうかなって思ってる、感じを表現していました。意味わからんけどな。先ほども言いましたけど、結構この、足がですね、伸び縮みする Z 型ですから、なんて言ったって全部伸ばしたらめちゃめちゃ長いっていう折りたたみ式の足をしているっていうことを、覚えておいてほしいのと、あと体はアーモンド型、簡単に言ったらね。なのでさっき言ったみたいに一筆で表すこともできるし、このような作品の場合はちょっと筆を分けてね、何個か頭の上の辺とか下の辺とか筆を何回か分けてあげるとリアルなタッチにもできます。でもこんな一筆でも描けちゃうっていう、大変初心者の方にも、クロートの方にも好まれる画題かなと。描きやすいですよね、でも特徴がしっかりしてるから。まあ主役にはなりづらいかもしれませんけど、こうやってなんかこうね、組み合わせて花とかと組み合わせて描いたら、まあ主役級の扱いでも作品が作れると思いますので、典型にするのもいいですけども、カエルが好きな方はね、ぜひぜひ作品にこうやってもう堂々と登場させて、なんかね、僕親近感湧くんですね、カエル見てると。なんか何考えてるかわからんしね、どんくさそうやしっていう。苦手な方申し訳ございませんでした。でもこのね、動画を機にね、カエルってそのあるやつじゃないねんでっていうことをね、分かっていただけたらなと。好きになってくれとは言わんけどね、苦手意識改善されたら嬉しいな。で、ここまで見てないか、嫌いな人は。ちなみに僕の親戚はカエルもう死ぬほど嫌いで、小学生の時にね、理科の教科書の表紙がね、カエルのイラストやったんですよ。イラストですよ、なんか可愛らしい。それも嫌やって言って、あのお父さんにね、あの白い紙を貼って見えへんようにしてもらったっていう。そこまで嫌いな人もおるからね、今日どうしようか迷ったんですけどね、好きな人もたくさんいる。なんか縁起がいいですしね、買えるってなんかお金が買えるとかね、ぜひぜひ好きな方はね、たくさん慈しみながら書いてみてほしいと思います。はい、それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。前の家はね、カエルが行さんおるし、うるさいっていうだけじゃなくてね、家に入ってきたから、アマガエルがちっちゃいのがピョコンピョコンよって、何が飛んでんのかな思ったらカエルや、寝てる時とかに。ああ、ひどい家に住んでたもんやで、ボロや。